はい、皆さんどうも、エミティです。どうもどうも。前回、円錐曲線論のお話をしたんですけれども、それのついでに、円周角の定理についてちょっとお話ししておきたいと思うんですね。円周角の定理といえば、皆さんご存知のように、中学で習うのかな？なんか円があって、同じ同円周角の定理っていうのは同じ角をなんか見込むよみたいな話だと思うんですね。逆にその同じ角を見込むような点の軌跡が円だったりするわけなんですね。それはまあ、高校数学と出てくる話かもしれないんですけど、そういう意味で、なんか円周角の定理っていうのは、初等幾何で出てくる類のもので、これを、いわゆるデカルト座標系みたいな、その座標幾何学で表現したことってあまりないと思うんですね。で、予言定理等を使えば表現できなくはないはずです。もしくは、ベクトルの言葉とかで内積の言葉とかで言えなくもないのでしょう。だけれども、どえらい大変なことになりますね。いわゆる中心、円周角というよりかは中心角が一定であるみたいなことで定式化する方が、まあ一応、円周角の定理そのものも綺麗ではあるんですけど、実はその、デカルト座標系で言うととてもめんどくさいのに、初等幾何の言葉で言うとべらぼうに美しいという典型的なもので、僕はまあ、とても美しいものだと思うんですけど、円周角の定理ってね、円であることの良さっていうのはそういうものですよね。で、一方、直線と円っていうのは特殊な対象で、まあ前回円錐曲線の話でちょっとしそびれたことがあるんですけど、その楕円双曲線放物線っていうのは、まあ斜円の類になっていくと、円錐曲線のね。一方で、円と直線っていう対象があって、これはむしろ、いわゆる複素関数の中でリーマン究明みたいな中で考えたり、その反転とか、そういう類で考えた方が美しい類のものなんですけど、その中の一つの例、まあ円というものがあるわけですね。まあ、半径無限大の円のことを直線と呼ぶので、まあ直線も含めて円と呼んでしまうことが多いんですけど、中でもやはり円周角の定理っていうのはその円の性質の中でもとても美しいものです。じゃあ、その、やっぱり円っていうのは特殊なものだよねっていう風になってくると、その、斜円幾何学の中で、その円錐曲線の中での円周角の定理ってどういうものがあるんだろうかと、その焼き直しみたいなものは何だろうかっていう風に思われるわけですよね。まあ、予言定理とかっていうのはちょっと難しいじゃないですか。その、斜円するとサイズが変わっちゃうから、そもそも予言定理なんてその、長さを無視してしまうわけですからね。斜円なんか比例とか斜円とかっていうのは、比はわかるけど、長さは、保たれないので、もう予言定理そのものっていうのは無理なんだけど、円周角の定理っていうのはある意味大きさによらず、角度っていうのがわかるわけですから、もしかしたら比例にしても、斜円にしても、その同一的な定理ってものがあるんじゃないかと思われるかもしれません。で、実際あるんですね。で、むしろ円周角の定理そのものっていうのは、その斜円幾何の中で言うと、円錐曲線論的なノーテーションで言う方が実は美しくなるということが分かっております。それは何かというと、非調和比、もしくはクロスレシオっていうのがあるんですね。まあ、点に対するクロスレシオだとか、直線速に対する、クロスレシオだとかいろいろあるんですけど、その中でも円錐曲線上のクロスレシオというものが実はうまく定義すること、ウェルデファインドで、うまく定義することができます。うまく定義することができるっていうのとウェルデファインドって、まあ、同じことを言おうと思って今言いよどんでしまったんですけど、実はその斜円のもとで、もしくは円錐曲線という名のもとにクロスレシオを考えてみると、実はそれは円周角の定理の焼き直しに過ぎないんだっていうことになるわけですね。今変な日本語を使ってしまいましたけど、実は円錐曲線上の4点に対してクロスレシオというものが定義できるっていう、その定義のできるということが、実は円周角の定理がバックグラウンドにあるわけなんですね。これがなかなか美しいじゃないですか。もともとその超初等的幾何学的な対象であった円周角の定理、しかもそれが普通の座標幾何でいうと表現しにくい、もう初等幾何の中の初等幾何学の定理っていう、その最も美しい類のものっていうのが、やはり円錐曲線なり斜円幾何学の中で考えてみると、とても美しいものを表現するっていうのは、まあそれはそうだよねっていうことなんですけど、でもそれが意外とそういう斜円幾何の中でもまだ生きているっていうのはとても喜ばしいことじゃないでしょうか。で、そんな中で、まあ斜円幾何とかそういうものに興味がある方は、ぜひとも斜円幾何を勉強してもらうといいと思うんですけれど、いきなりそういう意味で初等的だから斜円幾何いけるんじゃないかと思うとちょっと大間違いで、ちょっとね、今となっては線形代数をやってからの方が斜円幾何学はやりやすいのですよ。もちろんもともとはその中世のなんか絵画の描き方とかね、いわゆる三点遠近法とか、三点遠近法で消失点を3個か2個か1個みたいな、いうような描き方とか、まあ1個もやらないと実は神の視点になるとかね、そういうものがあって、むしろそのゼロ点消失法って消失点法みたいなことをやると神の視点になるわけですけど、そういうものが率先的に宗教の中に現れていたり、まあ三点法とか二点法っていうのは、まあむしろ現代的なその近代以降のレオナルド・ダ・ヴィンチ以降の絵画の描き方みたいなのであったりするわけですね、学術的なね。で、それがポンスレという時代まで来ると、18世紀とかになってくると、まあ線形代数チェックに、相対性みたいなものが念頭に置かれてくることになるわけですね。で、それがまた面白いので、むしろまあ入りは確かに初等幾何学的にはいけるんだけど、すぐ線形代数の言葉で語った方が美しくなるという、ちょっと微妙な。で、なんなら全ての幾何学は斜円幾何の中にあるのではないかみたいなことも、ケーリーが言ってしまって、キングオブキングですから、ジオメテリーの中でね。まあそういうこともあるので、まあ、いきなりその、こういう、
前回の話同様、円周角の定理みたいなこととか円錐曲線論を社会機関の中で考える方がいいよとは言ってしまったんですけど、やはりそのためにはちょっと準備が必要だっていう、しょうがないところもあるので、まあ線形代数やってみることをお勧めいたします。そして社会機関をやってみることをさらにお勧めいたします。そんなわけでありがとうございました。次の動画もご覧ください。さよなら。